クリスチャンサイボーグは、ブラジルの女性総合格闘家、パラナ州クリチバ出身、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ在住、シュートボクセアカデミー所属、ゲンベラトア世界女子フェザー級王者、元ユフック世界女子フェザー級王者、元インビクタ FC 世界フェザー級王者、元ストライクホス女子フェザー級王者、クリスサイボーグとも表記される、 ユフック世界王者時代のサイボーグユフック、ベラトア、ストライクフォス、インビクタ FC といった総合格闘技メジャー団体のタイトルを総なめにし、女子総合格闘技において、無類の強さを誇る。2018年にアマンダヌネスに敗れるまで、総合格闘技において13年7、過月間無敗という驚異的な戦績を誇った。ブラジル代表クラスのハンドボール選手であったが、 フジマール会長に見出され、シュートボックスアカデミーに入門。2005年5月17日、ショーファイトデプロ総合格闘技デビュー。2006年9月、エヴァンゲリスタサイボーグと結婚。結婚により、本名がクリスチアーニ・ジュスチーノ・ベナンシオ・サントスに改名された。2008年7月26日、初参戦となったエリティックスクでシェイナ・ベーズラーと対戦し、 パンチで TKO 勝ちを収めた。2008年10月4日、エルティックスクで高橋陽子と対戦し、判定勝ちを収めた。2009年4月11日、ストライクフォース初参戦となった、ストライクフォース、シャムロック VS、ディアズで、関の瞳と対戦し、TKO 勝ち。この試合は146ポンド契約であったが、 前日計量1回目で152ポンドとなるなど、体重超過となった。ストライクフォス世界王座獲得、編集2009年8月15日、ストライクフォース、蹴りの VS、サイボーグのメインイベントで、初代ストライクフォス女子145、ポンド級王座決定戦で、ジーナ・カラーノと対戦。試合序盤から打撃で優勢となり、1ラウンド終了間際に、 パウンドによる TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2009年9月26日、アブダビコンバット女子 60kg 超級に出場し、3位入賞を果たした。この大会で持病でもある両肩を痛め、出場予定であった11月7日のストライクフォスは欠場となった。2010年1月30日、ストライクフォス マイアミにおいて行われた初防衛戦で挑戦者、マルースクーネンと対戦。得意の打撃で攻勢に出て3ラウンドに、パウンドによる TKO 勝ちで、王座防衛に成功した。2010年6月26日、ストライクフォース、フェイド VS、バーデュームにおいて、145ポンド級から、ミドル級へ、名称変更されて行われた2度目の防衛戦で、挑戦者、 ジャンフィニーと対戦し、ボディへの膝蹴りで小勝ちで、王座防衛に成功した。2012年1月6日、2011年12月17日のストライクフォス、メレンデス VS、マスビザルにおいて、ミドル級からフェザー級へ、名称変更されて行われた3度目の防衛戦で、ヒロコと対戦し、小勝ちしたサイボーグにスタノゾロールの陽性反応があったとカリフォルニア州。 アスレチックコミッションが発表。サイボーグは1年間の出場停止と2500ドルの罰金が課せられ、ヒロコ戦の裁定はノーコンテストに訂正された。蒸気事項に伴い、ストライクフォス女子フェザー級王座を剥奪したと、ダナホワイトが発表した。2012年2月6日、ブラジルのサイト上で2011年12月に、エヴァンゲリスタサイボーグと離婚していたことを発表した。 離婚により、本名が、クリスチャーニ・ジュスチーノ・ベナンシオに改名された。インビクタ世界王座獲得、編集2013年7月13日、インビクタ FC フェザー級王座決定戦で、マルースクーネンと対戦。4ティコ勝利を収め王座獲得に成功した。2015年2月27日、インビクタ FC11 のフェザー級タイトルマッチで、シャーメインツイッツと対戦し、 スタンドパンチレンダで TKO 価値を収め王座の初防衛に成功した。サイボーグはランダムドーピング検査を2度パスしてこの試合前に臨んだ。2015年7月9日、インビクタ FC13 のフェザー級タイトルマッチでフェイスバンドインと対戦し、パウンドで TKO 価値を収め2度目の王座防衛に成功した。2016年5月14日、ユ福初戦となった。 ユフック198で、レスリー・スミスと、普段試合を行っているフェザー級より5ポンド、軽い140ポンド契約で対戦し、TKO 勝ち。2016年9月24日、ユフックファイトナイト、サイボーグ VS、ランスバーグで、リナ・ランズバーグと140ポンド契約で対戦し、TKO 勝ち。2016年12月5日に、ドーピング検査で、 利尿薬のスピロのラクトンが検出されるが、全米アンチドーピング機関による調査の結果、医師の適切な医療行為により処方されたものであると認められ、2017年2月17日に処分が解除された。ユ f o ク世界王座獲得、編集2017年7月29日、ユフック2 1 4のユ f o ク世界女子フェザー級王座決定戦で、 インビクタ FC 世界バンタム級王者トーニャエバンジャーと対戦し、膝ゲリレンダで TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2017年12月30日、u f ク2 1 9のユフック世界女子フェザー級、タイトルマッチで挑戦者、ホリー・ホルムと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座の初防衛に成功。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2018年3月3日、ユフック2 2 2のユフック世界女子フェザー級、タイトルマッチで、インビクタ FC 世界バンタム級王者ヤナクニ国塚ヤと対戦し、パウンドで TKO 価値を収め2度目の防衛に成功した。世界王座陥落、編集2018年12月29日、ユフック2 3 2のユフック世界女子フェザー級、タイトルマッチで1階級下のユフック。 世界女子バンタム級王者、アマンダ・ヌネスの挑戦を受け、右フックで一アーコ負け、右フックで初黒帽子を喫し、王座観落した。なお、サイボーグの敗戦は総合格闘技デビュー戦以来、実に約13年半ぶりの出来事である。2019年7月27日、右フック240でインビクタ FC 世界フェザー級、王者フェリシアス・スペンサーと対戦し、3から0の 判定勝ち。ベラトア世界王座獲得。編集2020年1月25日。ベラトア初戦となった。ベラトア238のベラトア世界女子フェザー級。タイトルマッチで王者ジュリアバットに挑戦。全局面で、シュ終シバットを圧倒し、4R に右ボディストレートで TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2020年10月15日。 ベラトア249のベラトア世界女子フェザー級、タイトルマッチで挑戦者、アーリーン・ブレンカウと対戦し、リアネーキドチョークで 2R1 本勝ち、王座の初防衛に成功した。ありがとうございます。